メカノのセットホーオンビーのオーゲージ機関車メカノはかつてイギリスに存在した総合玩具メーカーである。後にフランスの玩具メーカーとなっている。金属製組み立て玩具であるメカノ、ミニカーの、ディンキー、鉄道模型のホーオンビーなどを製造していた。1901年にイギリス、リバプールにてフランクホーオンビーがメカノやシロを創業。 1920年から1930年代にかけてイギリスで最も大きなガングメーカーに成長したが、1964年にライバル会社であったラインズブラザーズ社に買収された。ここではメカノ社及び金属製組み立てガング部門であるメカノを中心に記す。鉄道模型部門はホーンビオ、をミニカー部門はリンキーを参照。メカノは日本では 明治時代に輸入され始め、第二次世界大戦前には、イレクションという名前で販売されていた。メカノ社によるメカノの,の発売後、類似商品やメカノと互換性のある商品が世界中で発売された。互換性があるものは、アメリカの AC ・ギルバート社のエレクター、ドイツのメルクリン社のメタル、アルゼンチンのエグザクトやイタリアのアミーラックやブロルなどがある。 一部の部品に互換性があるものは、フランスのコンストラクタ、旧東ドイツのコンストラクション、ドイツのアイテック、ハッピーメタル、トリックス、チェコのメルクールなどがある。ありがとうございます。